これでしょう。うわぁ、もう何なの。個室に一人じゃ危険だもの。緊急家族会議、境界線の侵害について。家族ってオイラたちも。ナナ、このチョコバーもっとある。まだまだ続くよ、不思議の国アンフィビア、ディズニーチャンネル。お互いの正体を知った方がいい。ついにクロウイン二人の。あ、胸がドキドキしてる。でもこの瞬間を待ってた。秘密が。準備ができた。スポッツオフ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール。何か言って。衝撃の第100話、6月18日土曜日夜7時30分から日本初放送。ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。はい、こちらアンチペストです。あの名コンビウォレスとグルミットがまたまた大活躍。大変なんですよ、ウサギに荒らされて困ってるんです。今度はウサギ捕獲大作戦。私たちの人参なの。年に一度の巨大野菜コンテストで優勝を狙え。野菜を食い荒らす悪い癖さえ直してあげればいいんだ。ウサギを野菜嫌いにするはずが、ウサギ男がやってくる。巨大なウサギ男出現か。でっかい罠がいい。アカデミー賞長編アニメーション作品賞受賞。おーっとウォレスとグルミット野菜畑で大ピンチ。6月5日日曜日夜8時ディズニーチャンネルムービー。おーい、なでしことリン、二人の出会いから始まった。そろそろ行くよ。あの楽しい毎日が帰ってきた。キャンプ場に戻るか。新たな出会いや。やってみる。なでしこが初めてのソロキャンプに挑戦。楽しみなんださあ一緒に楽しもう。ゆるキャンシーズン2、木曜日夜10時ディズニーチャンネル。私はラッキー、奇跡ラッキーです。アイカツパスが輝くとき不思議な扉が開く。世界がつながり、大人気のアイドルたちが大集結。私もいつかあんな風に輝きたい。心ときめくアイカツでトップアイドルを目指せ。今度はどんなアイドルに会えるのかな。アイカツオンパレード、月曜日から金曜日昼3時ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、不思議の国アンフィビア、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、不思議の国アンフィビア、ディズニーチャンネル。誕生日おめでとう、ドナルド。6月4日土曜日はちょっと早いけど朝から夜まで。ハッピーバースデードナルドダック。スタートは朝7時。まずはプレゼントをあげて、ケーキを作って、ドナルドをお祝い。ハッピーバースデードナルド。昼1時30分からは3人のカワウマ、3人の騎士の伝説を13話一挙放送。お出撃。ハッピーバースデードナルドダック。6月4日土曜日朝7時からディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。飛行機レースのチャンピオンダスティが、僕めちゃくちゃかっこよかったでしょ。なんと今度はレスキュー隊に。スーパースターがこんなとこで何してんの。なぜレースをやめたのか。なぜレスキュー隊を目指すのか。ダスティには誰にも言えない秘密があった。減速ギアボックスが壊れてる。もう僕はレースができないの。なぜ命令に逆らう。全力で加速せずに手を抜いた。ギアボックスが壊れてるんだ。だから自分を信じて。2カ所で火災が発生。限界を飛び越えろ。今日お前が諦めたら明日誰かが命を落とすことになる。僕にできることがないかな。手伝いたいんだ。初放送クレーンズ2ファイヤー&レスキュー、6月3日金曜日夜8時。マダガスカルの諸君よ、あのキングジュリアンがまさかの主役。わがままジュリアンは、お前がキングだよ。
最高のな最高の王様にイエーイなれるのか、まだ分かってないすごバンザイキングジュリアン新エピソード日曜日昼3時30分ディズニーチャンネル。またまた始まるよ不思議の国アンフィビアディズニーチャンネル。